はい、皆さん、こんばんは。始まりました。トナイト5月曜日。パーソナリティーは、吉本沖縄ピン芸人の大谷愛美がお届けします。この番組は <laughs>、速攻噛んでるし <laughs>、この番組は、FM 講座と吉本沖縄のコラボ番組のな、もうダメだ <laughs> ダメだなんで いやいや。まあとりあえずもうしのぶ雑よろしくお願いします後輩のしまぶくろしのぶくんよろしくお願いしますはいじゃあ改めてねはいこの番組は FM 小座と吉本沖縄のコラボ番組となっておりましてはい月曜日から金曜日まで吉本沖縄に所属する若手芸人が日替わりでお届けする番組となっておりますはいはあ言えたで月曜日は私大谷由みが担当しているんですけれどもはい 今日はね、今日はというか、今日も、はい、もう、<僕>レギュラーでいいよ、しのぶもう、純レギという感じで僕は言いますよ。はい、もう、今日も後輩のしのぶ君に <laughs> <れ>、はい、助けてもらいながら、はい、ありがとうございます。楽しんでいきたいと思います、はいえー。メールアドレス、メールも募集しております。メールアドレスは76、761-fmcoza.jp、761-fmcoza.jp となっています。あの 励ましのコメントなんかね。<laughs> メッセージもお待ちしております。で、ツイキャスもやっておりますので、えー、皆さんが持ってる携帯のね。アプリでツイキャスというね。アプリをいあのダウンロードしてしていただきまして、はい、検索画面で fm コザと、えー、検索すると、今私たちが喋ってる。このね。動画をそのまま見ることができます。はい、そこでコメントもできるので、はい、ぜひ皆さん、はい、ね。よろしくお願いします。います今日さん、はい、くじのさん。はい あの p u m p i s a さんプレゼンツの「コザでいざコザ」っていう番組にこのフーミーさんに出させていただきまして、はい、実は私も9時から FM コザにいるんですよなるほどずっとだからラジオやってて、はい、でも私の中でも楽しすぎてラジオ私ラジオ好きなんだなと思ったわけ、はい。本当にさ9時からいる感じしないまだ 15, 15分ぐらいしか経ってない感じここ来て15分ぐらい FM コザ来て、はい、まだ15分ぐらい <laughs> えちょっと待ってください、えー、ってことは 9時から10時まで生放送1時間やったってことですかふみさんと一緒に出させていただきます。てふみさんに出させていただきますはいはいはい1時間やったわけで電話でさやすにつないでくれてやすがレギュラーだからはいはいはいああそうでしたねやすさんがはい今東京をそうそうそうやすもね何か見ててなるほどで電話つないでってことなんか あっという間間だった時間がいやほんとに始まって5分ぐらいかなと思ったのにパッて時計見たらもう35分とかさ <laughs> うわっ早っみたいな感じ早いわけよ楽しいことって早いっすよね <そう S 2> 過ぎるのがとっても思ったそれはいはいなんでねだから今日も今日…あーでも楽しくないからもしかしたら遅いかもしれんけど <laughs> ちょっと待ってくださいちょっと待ってください <laughs> そんなこと言わないでください しくったやつさ。まあ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 。そうですよね。ぜひ皆さん一時間ね、お付き合いください。よろしくお願いいたします。もう早速よ。コメントもいばんないきてるよ。ね、いつもありがとうございます。いつものコうタですね。ありがとうございます。さえさん、こんばんは。お、しのぶちゃんって。あ、こんばんは。そしてメール送りました。あ。ありがとうございます。本当にね。で、みすずさん、あゆみさん、しのぶ、こんばんは。やすもみすずさんなんて。 来よそうですねそうエメロコさんのスタジオにもねみんな遊びに来てくださって嬉しい姫波部ってそうその話もしたいわけよはいそしてまこちゃん誕生日おめでとうございましたありがとうエメさんおめでとうございます忍ありがとうね忘れてたでしょいや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 うしかったよいや本当ですか何が一番悲しいってはい私い仲良い後輩忍とこがちゃんだと思ってたわけはいちゃんからなかった気がするやつなんか ええー、そんなことあります。めっちゃか,かわいがってるじゃないですか。いやいや、いや、ため、まあ、そうなりますよ。カラオケ行こう。行きましょう。カラオケ行こう、ね。さっさとしましょう。私の誕生日は今月いっぱいまで受け付けてますので。ぜひ。ね、いや、でも、今回。はい。本当に、今、ミキサーで、もんじチさんもいる、いるんですけど。はい。あの、来てくれたみすずさんもそうですし。はい。 ねえ、先週ね。やってくれてね。すごかったですよね。終わった後に。とっても嬉しかった。サプライズで誕生日会しましたね、先週。とっても嬉しかった。<laughs> 本当に嬉しかった <laughs> いやいやいや。思ってますいや、本当に、本当に。<laughs> とっても嬉しかったわけ。めっちゃなんか棒でしたけど、今。嬉しかったよっていうね、<laughs> 皆さんね、いっぱい。 あの祝福のコメントもいっぱいいただきました。<っ>素敵な誕生日プレゼントもいっぱいもらってました。だからよ、だからよ本当にもうだから今月さ、楽しいことがいっぱい続いてたわけ。<はい S 2> あの自分の誕生日もあるでしょ。<はい S 2> でなんて言ったって、そう流神マブイアライズが、ええ一昨日始まったんですけれど、七日から始まりましたね。ありがたいよね。本当にありがとうございます。感情がないですけど。やいやマジでもうその話も お用意していきますので、最後までお楽しみください。まだまだコメント来てますので、読みたいと思います。あすかちゃん、こんばんは。ありがとうございます。あすかちゃん。ハロウィンの、あの受け取りましたプレゼントも嬉しかったです。ありがとうございます。ひろみさん、こんばんは。お久しぶり。おお。めちゃくちゃ久しぶり。元気ですか。こんばんはでございます。ハッピーナハの時からもずっと来てくれてる。ね、見たらわかると思うよ。あ、本当ですか。もう。ハッピーナハのオープン当初よく。ええ。でも来てくれたから。毎日っていうぐらいもう。 しりという感じでコメントもいっぱい来ておりますのでぜひ皆さん最後までお付き合いくださいと一旦先に CM いっとこうからもうしゃべりすぎてからよ CM 忘れ忘れそうになるからさあうを一回よあよロケット鉛筆式に分かる押し出す感じで押し出す感じで後半によう「はい CM すぐしゃべって再続く CM」って連チャンになってしまったんで今のうちにね入れれるときは入れときましょうはい大事なスポンサーさんとかもいますのでねはい 一旦 cm 行きます。cm。嬉しい！ はいナイトファイブ月曜日パーソナリティは大谷亜美と芝袋忍ですはいよろしくお願いいたしまーすもう話したいことがもういっぱいありすぎてよ山ほどありますね1時間じゃ足りないんですけれどもはいとりあえずねあのーマブヤーよ見た人感想を聞きたいなと思ってはいやっぱりよ今週今週の土曜日7日ですね始まりましたどうだったんだろう一応私も一応私はあの 那覇大綱引き祭りのアルビッ王国村の MC だったんで朝からずっと那覇祭り会場にいたんでねちょっと本番,本番というかその当日は見れなかったんですけどでもなんか見たっていう方からいっぱいメッセージとか頂い,いてねたの面,白がなんか面白かったよみたいな早速反響があったんですよでもやっぱりね。なななんかなんかだろう姫

竜太もクリスも頑張ってたんでね、はい、ぜひ温かい目でね、見てくれたらなと思っております。前作はなんか一女性の方いましたよね、前作までも。ええ、二人、みんなじ美人、前,前作出てる人、細くて美人。<laughs> <laughs> だからやばい、なるほど。いきなりデブーのおばさんが出てきました。え、おばさんキャラなったのみたいな感じですか。だからあれ こんななキラじゃいちょっとよ受け入れられない子供たちとかいっぱいいるす急にきれい系の人からデブのおばさんにしかも私今日まぶやーしょうも回ったっていうか個人的にね勉強になると思ったんで今日オフだったんですよ仕事がねラジオ以外オフで昼間空いてたんでコンベンションシティははいい コンンベションシティが1公演目はいそして2公演目が清塚シティシティはいで3公演目がハンビータウンあはい3つ回ったんですけどそもそものまずのハプニングねはいあの11時にお迎え友達と一緒に行ったんですけど11時に迎えに来てもらって11時半からだからはいあゆみさんのお家ってどこみたいなははいいコンベンションまでどれぐらいあみはい構 15分20分ぐらいでわつくよって言ってあの距離的にはははいいいあじゃあ11時に迎えに行きますねみたいな「はいあじゃあお願いします」ってで11時に迎えに来てもらってはいでコンベンション着きましたよはいもう早速デージいっぱいいるわけお客さんがもう半からなのにこんなにえ10分前ぐらいに着いたわけさは10分前なのにいやでもまぶやって1時間前から並ぶ人は並ぶよみたいな話聞いてたからは10分前って言ったらその中じゃないかもなと思ってたら「あれんか聞こえるけど」と思って「あれ?」 なんか歌ってるけどみたいな。はい。あれ？エンディング？え？終わってた？えー？着いたらもうすでに。はい。マブヤショー終わってて最後のマブヤとガナシーがマブヤの歌でみんなで踊ってる。ダンスみたいな感じの。うん、え？どういうことですか？だから十一時からだった。わけなにそのミス <laughs> デージやばくない？やばいっすねそれは。十一時からなのに十一時二十分ぐらいで着いて。<laughs> マジスパってみたら、リュージンリュージンマブヤどっちらく、あれあれみたいな。あれこれ最後にやるやつやんねつって。はいはいはい。で最後お姉さんが、ポーズ決めてみんな写真撮影タイムみたいな。はいはい。ええなん最初くよいなんていうの、これが状況が把握できなくて、はいはいはい。どういうこと？こういうこと最初にやるのかなみたいな。最初にマブヤ早早すぎみたいな。はい出てくるのも早いし。私のイメージでは、悪ルモが来て助けてつってみたいなー番と。 速攻マブヤとガナシー出てきてるけど大丈夫みたいなそ <laughs>、はい、して写真撮影やって「はい、ありがとうまたねー」みたいな <laughs> 帰ったけどいやいや終わりかいみたいな終わりみたいな帰った瞬間よ <laughs> あまあすごいよスタッフの撤去作業よよ何ですか5分すぐ全部 <laughs> ビニールても触らないえ 見習ってほしいよ、スタッフ。デイジやべ、5分。触らないもうすぐちゃーまるめ。吉本のスタッフ見習えと。フルシート。ちゃまるめ。もう触らない。終わって5分でなんもない。お客さん帰るの早さよ。え？そこ冷めてますね。滞在10分。次の時間。次の時間1時半だから。はい。次こそは遅刻しないでいこうと。はい。 で、も,もう15分滞在時間10分でそのまま出てま3連休のうちの3日目だからもう人もいっぱいいるわけよあでもガナッシーに会いましたよ今回の作品ガナッシーに会ったかよださんっていって今回今シリーズのガナッシーに役されてる、はい、はい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 ましてあ来られてたんですか みゆガラシさんも見ててたまたま休みだからって来てご家族と一緒にねはいいやガラシさんももちろん来てますよだって来ててで私話しかけられてからいやっつってあみたいな気づく人は気づくわけよあいガラシ君もいるつって写真撮り撮ろうみたいなで写真撮ってえおかえこれお客さんはこんがらわからないですかガラシそこにもいるここにもいるあれどういうことみたいな。 もう終わってるから終わったた後に。なるほどなるほどなるほどわかりました。でもうでその後そのまま清塚シティの方に移動してご飯食べてさ見ようと。もうよすごいね。遅刻はしなかった2回目もちろんですよ。もちろんですいでご飯食べてじゃあもうそろそろ始まるか行きますか10分前です。1時半だから1時20分ぐらいかな行ったら。 もうすでにいいっぱとりあえず立ち見だから横の方でひっそり見とこうと隙間から覗こうと思って立ち見かいいで、はい、お姉さんが登場よ「はい、こんにちは」みたいな「ははい、ははいはいはい、はいうわ始まった始まった」っつって、はい、<laughs> でだーっと音が流れて「はい、うわマジムン出てくるさはい、はい、うわマジムン出てきた」と「はい、うわ」ーってなった瞬間に。 肩車したお父さん私の目の前ブワンとなんも見えんなんも見えん何も見えんそのお父さんも考えてほしいないやもうしょうがない子供優先だからなるほどもう子供のケツが私の目の前ははははは肩車した子供のケツが私の目の前なるほどであちょっと移動して…あちょっとあって隙間また移動したらちゃう動き子供だから <laughs> お父さん子供。何もなんもなるほど や声だけ、声だけ。穴ばっかし見てたんですよ、声だけ、穴ばっか見て、声だけ聞い。そんなことあります？二回目、うわ、はい、しくったなと。ギリギリに行くのが良くない,、はい。はい、なるほど。もうもうちょっと前に行って、そう。いい席取ろうと。ギリギリに行くのがダメだなって。 勉強になってね、ハンビータウンはもう早めに行こうっつって、早めには行ってるんだよ。まあ、まあ、まあ、そうですね。だから、三回目は、やっぱよ、年齢的にももう疲れてるし、ご飯も食べてよ、眠くなってよ。なるほど、もう動けないわけ。はい、はい、はい。いつももきついから早めに行こうっつって、座ってみようとゆっくり。はい。もう案の定、もう一時間前に着いたから、まだ余裕があったわけよ。はい、はい、はい。 ベンチに陣取って座って1時間前から1時間前からベンチに座ってチャー待ち一待ちやっとで3回目にしてちゃんと見ることができどそういやそんなことありますってすごかった3回目でようやくちゃんと見れる3回目でやってあでもまぶやだから人気だからしょうがないっすよねいやとっても楽しかったよ子供も子供の人気絶大ですもんね最初のねお姉さんがねはい新しく土曜日毎週土曜日やってましたはい 1> 1回目、この前の土曜日見た人っつったら子どもたちが「はい」っておーなるほどね可かわいくてよー、はい、また来週もぜひ皆さん見てくださいそうですね第2話ね、コメントもいっぱい来てるよ嬉しいあすかちゃん「龍神マブや、こっちで映る日が楽しみですいつ放送されるのでしょうか噂では福岡でも放送されるみたいなので、えー、福岡のテレビ局は全部佐賀でも見れるので楽しみですそうへい、えー、そうな,んす、ね、ねいつなのかなとりあえず今分かってるのは、はい 来週の土曜日14日にあの大阪大阪でやるのサンテレビさんははははいいいいで放送されるみたい1週間遅れで1週間遅れなんですそう、大阪はへえでもまあでもすねもしかして福岡はまだもうちょい先かもしれないんですけどいや、もっと遅れるかもしれない来年かな分からんけどねはいとりあえずはい関西地域はね ぜひでもマブヤーってほぼ全国級みたいなもんですもんね。で見て欲しいよね。はい。サイさん、愛知県でも放送してほしいです。ああね,ね。愛知県。もう来年の DVD 出るまで待ってくださいね。いや DVD、ね、モデるみたいなんで待ってください。嬉しい。あ、和雄さん嬉しい。こんばんは熊本からはいさ西。あゆみちゃんお久しぶり,りお久しぶりです。嬉しいコメントいただきました。ありがとうございます。はい いやもうこんなして喋ってるのもあれなんで 1>,、はい、1曲流すせっかくだったらねあこ,のたこの話題にぴったりな曲を流しましょう, 1> 流しましょうか、はい、1>, 1曲目ですかね 一曲目って信じてるけどいやでもそうじゃないですかどうする一曲目に全然違うガナシーの曲それはそれでオッケーですけどもねガナシーの曲ってあるんですかあるんですよそうなんですよオープニング曲しか知らなかったいやガナシーの曲も面白いですよどっちがいいマブヤとガナシーの曲いやまガナシー聞いたことないんでわかんないですけどマブヤの曲でいいですマブヤ行きましょうかはいじゃあ聞いてくださいリュウジンマブヤよかった 大悲しいだけこれもディアマンテッサが歌ってる <laughs> <laughs> はい、いかがでしたか。いいですね。やっぱりね。ちむどんどんしますね。なんかわざわざするよね、聞いたらね。はい。ぜひね、皆さん、来週も毎週やって、やりますので。えっと、土曜日、毎週土曜日。R. B. C. 三チャンネル。はい。の十時二十五分からやってます。はい。リュジン・マブヤ・アライズ、ぜひ見てください。よろしくお願いします。いや、あっという間よ。本当ですね。今日も電話のコーナーもやろうかなと思ってるんだけどさ。お来ました。

コンビニの店員と喋ることもなかなかないですけどねだからあれでしょありがとうございますとかの会話でしょいやいやそのレベルっすかあっためますか的な感じでしょそれ会話,に会話になってないっすだから普通の会話を同じ3日ぶりにしたってなるほどテンション上がってましたもんねああ <laughs> いやすごいねじゃ,じゃあ今週は撮るかどうか分かんないけど誰にかけようかなだから私はいね今度、まあ、まあ忙しいと思うんではい あの、馬と魚をリベンジしたいわけよああなるほどなるほど馬さんねそう馬ちゃんを一回かけたんだけど取れなくて,なくてはいだからちょっとねまた今後リベンジしていきたいなと,と、はい、で私の中でのこの電話のコーナーっていうのが、はい、一度ゲストに出ていただいた方のみ電話して,していくっていうことではい、はい、そうなんです東京の先輩とかに若 今日かけてみますだからあの本当はプラスマイナスさんが昨日、今日帰ったのかあはははいいいえ今回の3連休で来てて私昨日う2日目一緒の出番だったんであったんですけど久々にはい金光さんとか大好きだから電話したいんだけどな今ツイッター見たら岩橋さんが飛行機のことつぶやいてたんでどうとかしてるんだはずなと思ってさ。 あんまりじゃあ…そうですね、じゃあもう…あいつ,あいつしかいないな、やっぱりあの方いきますだけどあとまだ4分あるんで、はい、とりあえずまた…このコーナーの時間になったらねはい皆さん誰にかけるか予想しててそれも楽しいでしょう <laughs> どうしたんですか、急に <laughs> 取らんはずなと思ってさあの…まああの方ですか、かけるとしたらもうあいつしかねなもん取らないんじゃないですかまあ、でも、もし取らなかった場合のことも考えてはい

<laughs> でもよ一応ピン芸人としてよ一、はい、人でも仕事やっていかんといけないからそうですよね一人の時間も作らんといけないんだけど 1>,、はい、1ヶ月のようち1週だけでいいかな一人でやるのはもう <laughs> あともう忍が来て。い,やい,やい,やいや いや来来てにれる寂しいいつでも来れるんでね、僕は。家が近いからね、そううですねいやも来てもらう代わりにも、ちゃんと送迎もするから、ちゃんと私は。いやいや、近いですから、大丈夫です。いや、本当に送迎も寂しいから、帰り道もずっっとてますね帰り道も寂しいから。すぐ着きますけどね。あすかちゃん、コメントありがとうございます。今、プラマイさん、岩橋さんのヘミングウェイの T シャツ着てます。おお。ヘミングウェイみたいなやつ。吉本の福袋の中身に入ってた。そんな T シャツもあったわけデジ、すごいさ。 ははいはい,はいすごいね、はい、あ、はい、そこで是非ねまたグッズとかもいろいろあるみたいなんで是非、はい、皆さんチェックしてみてくださいと、はい、なんかあやっぱりメール読もうかなあそういえばサーエさ,さんからメールが届いております、はい、あゆみさんしのぶーちゃんこんばんはこんばんは サイですあゆみさんの番組で初のメールかな、そうですね、あ遅くなりましたが、あゆみさん、お誕生日、おめでとうございます、嬉しいね、あおめでとうございます、皆さん、ありがとうございます、えー、これからも元気いっぱいの明るく楽しく毎日を過ごしてください、ありがとうございます、さて、メールの内容ですが、最近、美容関係のことが好きで、メイクやリンパマッサージの勉強ができる会に通っています、おお、えー、すごい。それで、先週の土曜日に、メイクコンテストの予選会に、メイクアーティストの新人として参加してきました、えー、すごい、やってほしい。 <laughs> <laughs> 同じ職場の子をモデルにして顔をメイクさせてもらいました初めての経験ということもありすごく緊張して手の震えが止まらなかったですが、うん、メイクが大好きっていうこともありすごく楽しみました、うん、モデルの子を基礎のスキンケアでお手入れして、えー、顔の簡単リンパもさせてもらったので肌もすごく綺麗になりメイクしやすかったですとリンパマッサージして。 <laughs> やりたい。でも残念ながら予選通過までは行きませんでしたが、これからもっともっとメイクや基礎のスキンケアを勉強して、うんえー、メイクコンテストにたくさん出て、うん、最終目的は独立でお店出したいと思ってます。すごい。その時は呼んでください。<laughs> モデルとして、<laughs> お金ないない。<laughs> 自分自身も週に2、3回顔のリンパや基礎 スキンケアをしているので、うん、おかげで肌荒れがほとんどなくなり、うん、メイクのノリも良くなりましたえおばちゃん教えてほしい私、うん、最近シミがすごいよくえもしえもし今度私が沖縄帰ってきたらあゆみさんに時間って予定があば、えー、あらぜひあゆみさんのお,はお顔にリンパマッサージメイクをさせてくださいと、はい、笑ってなってるけど私はこれなの信じるからね <laughs> お願いします <laughs> お願いします無理です いや、マジで <laughs> あの、お願いします、ほんとにお願い、はい、で、最後にその予選会の時のビフォーアフターの写真を載せておきます見れなかったらすいませんちなみにメガネが私それでは最後までラジオ頑張ってくださいと写真が添付されてますよ写真貼れるんですね二人して、目が悪いからさ <laughs> めっちゃ近づくはあなるほどねすごい変わってますね本当だね メイクの力ってやっぱすごいな。この方がこの方になってるってことでしょ。はい。すごーい、全然違う。率直な感想はゆみさんお願いします。おや上手じゃない？はい。上手ですね。なんか別人ですよね。びっくりしましたよな,なんか今。あぜひあのー、沖縄に帰ってきたときはねマッサージお願いします。どういう髪用じゃないですか。<laughs> いや本当にマジでお願いしたい。 最近もシミとかヤバいわけよ。相談した。マジで。自分もなんかね、肌あれがひどいね。お母さんにデイジ怒られた。え、何がですか？家にいるときスッピンさはい。え、買うよ。シミヤバ。お前やっぱり日焼けでも塗っとなかったからだよって言われてか。あとシミがヤバいわけ。なるほどね。化粧落としたら全部ブツブツだわけよ。えシミそばかす。お母さんにしったか怒られてよ。マジさ。二十代のときあんなに肌綺麗だったのに、俺こんなしてやらないからこんななるんだよって。これってどうなるの？治らないのかな？え、治るんじゃないですか？ やっぱ配置うるしいとか。マジでマジで。薬で。そういうのと、取らんとやばいかもね。はいはい。ありがとうございます。メッセージ。メめし、めし。どうしたんですか。今日よはい。チャカミ。あのほっぺたがふく、ってるから、か、かんでしまう。ポロってなる。そう。メッセージありがとうございます。さて、ということでお時間になりました。次のコーナーです。 おはい始まりましたおややんの今何してるでございますこのコーナーは、えー、私大家ゆみと今まで関わってくれた先輩、はい、後輩同期などねこの「TONIGHT5」に出演していただきました方に突撃電話で「はい、今何してるの?」っていう聞くっていうね。はい、本当に シンプルなアポなしですからね。そ<う>でもアポなしのコーナーとなっておりますよ。だって取らないことが多かったんですか?。そんなこともないですか?いすか。いや、ほとんど取ってたよ。でも、今まで。ああ、なるほど。そう、今まで取らなかったのが、馬ちゃんかな。馬と魚さんと馬ちゃんと誰だったかな。まあ、あの方ですよね。いや、あの方だね。なみちゃんですね。<laughs> 今日は誰にかけますか?。じゃあ、あ行きましょうかね。はい。一旦かけてみよう。そうですね。とりあえずかけまーす。お願いします。取ってくれ。 頼む。<laughs> 嘘でしょ。マジか。もう分かっていい加減この時間帯の、ね <laughs>。だってもう何回もやってるんですよね。<laughs> わざとだわざとかな。取らないのかな。僕がかけたらどうなるんですかね。うもうそうなったらもう皆さんに。<laughs> はい。 性格の悪さが出てしまうのダメよハハハハハハゾッとしたい <laughs> そうだよシノブがかけて取ったら人を選んでるってことになりますもんねああす、まあ、取らないっすねこれ試すでもちょっと怖いな怖いですねこれそうなったらはい株が下がるんでやめましょう <laughs> そうですねやめときましょう、はい、平和でそうですねちなみに今のはナミちゃんでした <laughs> <laughs> そうなんですよよえー、誰にしようかなーいやいやでもなんかここに<や>実際出たことある人にかけたいからさはい今まで誰がいたーあもうあいつしかいねえかじゃん <laughs> 誰ですか僕わかんないですあと一人の後輩よなるほど私が可愛いがってる後輩 <laughs> <laughs> 撮ったら説教しましょういやでもなーあ着るんだよな <laughs> <laughs> えー、どうしようかなーかけてみましょう一回かけてみるパフォーーマですからはい かけてみますはいパフォーマンスだけは上手ですからねパフォーマー…パフォーマーだからだ撮 <laughs> <laughs> るかなパチンコいってんじゃないいや <laughs> <laughs> もう終わり…終わりですよで先輩の電話を…お疲れ様ですもしもしお疲れ様ですあ、お疲れ様ですもしもし今大丈夫電話夫あ、大丈夫です、はいあの、自己紹介だけしてくださいはい 自己紹介して一旦一旦、はい、えっ、ー、とアダージョの古賀ですよろしくお願いします。イエーイ今トライトファイブです。ーへーへーああそっかそっかそっかそうですね。そっかそっかじゃないよ。えーえー、びっくりした今。なんだ、はい、お前は。びっくりしたな全然分からなかった今。はい、うん。ラジオ生放送ですよ。ああそっかすみませんすみませんちょっと気抜いてましたすみません。今どこにいるの？はい。まあお家です。いやもう三回で取れや電話。<laughs> <laughs> 先輩からの電話は三コール目でしょ。<laughs> 3コール目までに。ごめんなさい。あと、私、ショックだったのが、コガちゃん。はい。私、誕生日だったのに、忍からしかおめでとうってこなかったよ。え、僕、しましたよおめでとうございます。私がカラオケ行こうって言ったからでしょ。ほら、やばいよ、やばいよ、これ。私がね、カラオケ行こうって誘ってから、ぜひ連れて行ってください、お願いしますって言った後に。 また別でお誕生日を思い出したかのように別文書で思い出したかのように私はね違う違うコガちゃんと忍ぶだけは絶対送ってくると思ったわけよ可愛がってたのにいっぱいお金も使ったよあんたにいや本当にお前パフォーマーだよパフォーマーだから小ガちゃんパフォーマンスだけは上手レジに行ったら財布は出さないお金出さなくせに財布出すから財布は見せる財布は見せる パフォーマーです。パフォーマー子が。あのライカムで、ライカムでなんかやったら、パフォーマンス。大動員。イベント。パフォーマー子が。パ三回でや、やります。財布見せるってパフォーマンス。いやいや、もう本当、おめ、おめでとうという気持ちはもずっとあったんで。いや、くれやじゃん。本当ですよね。 私マジですでショックだったんだけどこがちゃんマジで LINE 違う違うスタンバイしてたんですよ送るためのスタンバイをいやもう口ぐっそしたらあのゆみさんからカラオケが先に来たんです言い訳だ絶対嘘いやほんとですほんとですマジマジマジですマジですあのはっきーはっきり言いますあの後輩から連絡来たのマジでこがちゃんじゃなくてあのしのぶと一番最初マジで 12時過ぎてから一発目で来た人がいたわけよ。誰すかえうん、すぐ来た人がいた、夜中。えぇ。私はね、好きになったよ、もうこれで。覚えてたんだと。えぇ、誰すかやんばるなごの玉淳。おぉ。ああ、ああ、ああ。私はもう玉淳、もをやばかったあれは。マちゃんは当にできる男ですもんね。そういうのはなんかうん。 そうたまちゃんなんで、ね、タマちゃんなんな潔癖すぎてご飯とか全然連れていかないんだけどたま <laughs> ちゃんに全然私お金使ってないわけよ <laughs> なるほどお金使ってないのにメッセージこる。お金使ってるコカちゃんは全然来ないでしさぶは一もの、ね、遅れては1日遅れでやったけどちゃんと来て来てたよそうだよ あ、1日遅れだったんですかやばいじゃないですかあの忍さんやばいわ。やばくないやばくない ?1 日遅れっていうか、こいつ、忍さんやばい。自分がやばくなったときに、人なすりつけるっていそういうパフォーマンス。あなたな新しいパフォーマンス、今。皆さん、今、パフォーマンス中です、皆さん。今、目の前で FM 講座を聞いてる皆さん、今、パフォーマンス中なんで、あの寄付してください、お金、おで。 か缶の中におパフォーマンスエグいっすよ。すごいパフォーマンス見せてくれますからね。<laughs> いやいや,いや、パフォーマンスじゃないです。そうです。こ、は、ガ、い、ちゃんのラジオ出てよ、はい、ラジオ出てよ、こガちゃん。はい、あー、本当にはい、もうぜひお願いします。これ絶対これもパフォーマンス。いや、マジマジです。はい。あ最近ちょっとこガちゃんのパフォーマンス力がすごすぎて。<laughs> あのちょっと疑ってるぶっちゃけさきょう忍と車の中で話したんだけどはいちゃんって本当トはツナイト出たくないんじゃないかなっていう意見に出たいっすよツナイト絶対めんどくさいって思ってそうだなあいつっつって思ってる思ってるいや思ってます思うただ今度からはこういう感じの電話でお願いしますほら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 ほ 何言出たいけど。出たいけどはいそうです。もう絶対電話もしないから。言たいけどちょっとはいちょっとあの距離がちょっと遠い時もあるんで。そう。あの距離お前絶対来いよ。絶対今度来いよマジで。絶対来い。なんだな私あれするから十一時に電話して今今始まってるからこの終わるまでに来いっていうやつやるから絶対。そのうちそのうちマジで。始まってからです。あそれいいかもなその企画始まってからやだな。その企画いいなよ私企画番組終了前。 番組終了までに来れるかっていう企画やろうかな。近い人は。ゃいいは。近い人は。近い人は。よし、楽しいです。それはそれで。その間、ずっとあのザードの負けないで流すかずっと。応援ソングで。そう。流すっていうね。来るまでの間。ちなみに、今、同居人はいるんですかあ、今日はいないですね。バイトしてるんですか はい、そうですね。あ、そうですか。ありがとうございます。<laughs> はい。はい。まあ、東京に言っても、あの、猫のかけらなんですけどね。<laughs> そう、そうですね。キャット上原、上原君。 バイト中なのねキャット・植原くはいそうなんですよあの子にも電話したかったけどまたぜひお願いしますぜひねはいありがとうございますさて電話切ろうパーしてるけど絶対切らんからなそういうのわかるから私空気読めるからそういうまははははそろそろなんか面倒くさがってる終わりますよみたい自ら終わりますよ空気出してたけど今今ちょっとそろそろ終わりたいですみあ、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 はいいやちょっと意味わかんない出たパフォーマンスだけど今のパフォーマンスは ちょっとよくわからない。ちょっとよくわからないパフォーマンス。ポカンってするパフォーマンス。あの電波繋がってないですみたいな感じのやつ。ちょっとわかりづらい。笑いにもちょっとなりづらい。ついてかない。すいません。じゃすいません。また行きままたお願いします。いやこれは嘘だな。本当はこれ本心。私このよう小川ちゃんの態度によっても小川ちゃんとの今後付き合う付き合わないをちょっと決めていこうと思ってるわけ。はい。いやいや。 今決めるということで。い,や, <laughs> いや、マジで、お願いします、本当に。まゆみさんも本当お世話になってるから。いやいやいや、そ,その言葉がね、その言葉が嘘っぽいんだよな、マジで。嘘。ほんなんいや、ほじゃないですか、それは。<laughs> 心がこもってないんだよな。お何なんだろうなじゃあ、ヘタクソマだけだからそれが。はい。分かってください、それは。解明したらいいのにパフォーマンスこがって。いや、本当ですよね。してほしいです。マザージュじゃなくてパフォーマンスっていうのに書いてある。パフォーマンス。いや、相方も変わるじゃん。どうもパフォーマンス、こがです。お願いします。期待しますけど、お客さんは。どんなパフォーマンス見せてくれるのかなって。ビッグマウス、カイン あ、いいねビッグマウス、ああどっち、迷うな。いや、ビッグマウスではないでしょ。大口は叩かないですか、僕は。まあ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 。パフォーマンスかな、やっぱ。しっかりくるのパフォーマンス。パフォーマンス。いや、そうだよ。ライカムでも営業来るやし、そしたら。マジで。何のゲームしてないじゃないですか。だから、人並ばしてから財布、財布出し、おごるっていう。おごるふり。おごるふり。おごるふりっていう。性格悪いやつですよね、それ絶対。おごるふいお 思いますか。いや、でもカラオケも行こうね。まだ近々。はい、ぜひお願いします。はい。はい、マジで。カラオケも大好きなんで。はい。<laughs> 切らないよ。

放送中ですよでであ、すよねですよねだけどコカちゃんがよ喋ってよ全然コメント来なくなったやついやパフォーマンスだからなんかコメントが止まってきてるなんでなんで急にかけてきて僕のせいにするんですかいや浩タしかコメントしてないから浩太喜んでる浩太喜んでるよずっとキーっていうコメントしか あちょっと今からじゃあトゥナイト見ますよ、僕。いや、おそらくコガボット、コガボット、コータがまたあの更新すると思うんで。コガボットってコータがやってるんでね。で書いてるわけよ、コガボットに乗るかなーって、自ら自分でやってるのを自分で仕掛けてきてるから <laughs> あのー。ぜひ、うん。じゃあ今からお前見れ、ツイキャス。あ,あ、見ます、見ます。はい。じゃあコメントもしてねじゃあ,じゃあ はい了解はいじゃあありがとうお疲れ最後になはいあ最後になんかれ様ですあちょっと待って待って最後になんかメッセージないパフォーマンス一つあのみ皆さんにお願いしますあ皆さんにはいはいあの先輩とのなんか付き合い方みたいなその何食事行った時のあの財布の出すタイミングとか全部教えるんであの僕連絡ください最低だな最低だなはいはいアダージョ小川さんでしたありがとうバイバイはいありがとうございましたはい いやあ面白かった。あいつはさすがですね。好きやさ。言うことすべてがパフォーマンスに凝る。面白いです面白いです。そういうキャラだわ。はいはいはい。ですよね。でも面白かったですね。いやあマジ面白かったな前ねしのぶと小花ちゃんと三人でドライブ行ったわけよ。はいはい行きましたね。はい。一応私が一応ね先輩なんでコンビニとか寄った時に飲み物買うって言ってじゃレジ行こうか。はい。 で、ぶは純粋に、あ、すみません、ごちそうさまですって言って、後ろで待ってたわけよ。はい。はい、ちゃん、財布出してからなんか自分が出しますみたいな。<laughs> いやいやいや、私が出すから。わかってるでしょ、それみたいな <laughs> 私逆に。<laughs> はい あ、いいんだ、あれ出すって言おうかなと思って。今度やってみようかな。やりまましした、た、やりそれがとう、ありがとう、いいのつって。今度それでちょっとやってみようかなって思います。財布出して。チラッと見せますもんね、なんか。マジで出そうパンするかマジで。はいはいはい。パフォーマンス力。あれ、笑ったら来るまでな。や、ばかった。いや、パフォーマンス力よ、つって。出す気ないけど、財布は出しますよ、みたいなね。 空気出すから、面白いよな。なんか憎めないんだよな。なんか。自然と出てるんです。それが。憎めないわけよ。はい。そうなんです。はい。またじゃ、あこがちゃん。出てくれるかな、本当に。また。出るんじゃない。いや、これ出ないとダメですよ。今度なんか。三人でやりたいな。ああ、そう。いじろうぜ。いじり倒して、一時間すぐ終わりますよ。私が今やりたいっていうのがあって。はい。 しのぶとコガちゃんと3人バージョンとプラスナミちゃん入れて<は>い,いやもう今4人の席が見えたからもう全部今までのなんで出ないっていうのも言い訳作ってもらおうもうなるほどナミちゃんさんがなんで電話出ないのかコガちゃんにはなんでパフォーマンスばっかりすんのかそのね はいいろいろ追求していきたいですね。いや面白そうですね。はいということで親やや何今何してるでしたよ。はい。これって一回 CM いきましょうか。一回 CM CM CM。<laughs> <laughs> ああとっても。 はいということで「トナイト5」残り時間もあと少なくなっておりました早いね早いっすね時間って早いやつさ早いっすねうわもうほんとに後半がんか怒涛の感じがしましたねもうこがちゃんが面白すぎてやばかったやつさ2票まじで面白すぎますねいやほんとにでも泊まりになってからなかなか会わなくいいんだよね月に1回ぐらいしかみんなと会わないじゃんああそうですねなんでちょっとね今度会うのは そうで告知ここで告知もしようかね。はい。十三日なのかな？十三、うんはい、日の金曜日。曜日<っ>怖い。ジェイソン。ジェイソン。十三 <laughs> 日の金曜日なんだ今今度の金曜日。そうですね。十月十三日。あらあら。しかもハロウィンの。うわ。ちょっとなんか怖いんだけど。怖いですね。十三日の金曜日に泊まりんで大暴れします。<laughs> <laughs> 超大大暴れします、ね、いやトマリンでね、あのーはい、ランキングライブトマリンあっウチランキングというねランキングライブがあります、はい、で前回が前回のランキングライブで、はいえー、ファーストセカンドサードを決めるライブ、はい、クラス分けライブがありましたねクラス分けライブがあって、はい、今月からそのクラスでの <laughs> 決められたポジションからのスタートなのかなっていうランキングライブがありますぜひ皆さん来てください時間が7時だよね僕今最下位なのでね参加してないからね頑張ってくださいはい、下手したらマジ真っ白がファースト行くかもしれないしねいやマジで頑張ります。まあでもその気持ちは持って見てみたいと思いますチケットが前より1000円みんな持ってますのでぜ僕3枚も持ってますはい、私も持ってますチケット2枚持ってますのでぜひ皆さんコメントくれたらねお気付け的な感じのね 置きチケっていうのは、えー、芸人に、はいえー、私の名前を言っていただいたらチケットキープできるというシステムでございますので、はい、ぜひお願いします、はい、お願いしますえー、10月13日夜の7時から場所が58号線トマリンの建物トマリンアネックスビル2階吉本沖縄花月になっておりますよろしくお願いしますはい、はい、で告知もいろいろありますけれどももうそろそろエンディングですかね、はい そうですねー早いですねーエンディングでございますエンディングなんか今日今日なんかできそうじゃないですか楽しいからさなるほど楽しいければ楽しいからさ楽しいからこうなっちゃってるんですね分かりましたありがとうございますそうなんですよはいえーそしてコメントもいっぱい来てるよありがとうございますミクさんはい。えーとね どっから、読むあ、まずこっちからね、<え>ハイサイゴーヤさん、ありがとうございます。はい、ハイサイゴーヤさん、一世帯二世帯、いや、世帯、ありがとうございます。<laughs> はい、おやさん、龍神マブ読みました、リンクリンの二人、これ読んだっけ、さっき、やばいね、私。読んだ?。読んでましたね。読んでたね、ちょっとね、な、はい、どこから、かららかミクさん。ミクさん、しのぶさん、ざまみ、いって、さらにイケメンになりましたってよ。ああ、はいはいはい。 ザマミマジックですよ。ザマミマジックでイケメンなこれでね戻らなければいいんで元にいや大丈夫ですよまだ体動かしてるのであの白豚だったからねジで行く直前まではなるほどまず私と変わらんかったやんた豚の種類っていうと同じ系統の種類ほんとに一緒でしたよ紅豚紅豚ありがとうございますあこれ何おはーっておはーおはーでございますおはー誰ですかねママリマリアージュ マリアージュさんかなあ。ーーーおはー懐かしい。<laughs> おはー読めない懐かしい。ありがとうございます。嬉しいね。はい。いや、もう皆さんありがたいですよ。はい、エンディングなんですけれども、もえー、たくさん告知がありましてね13日の金曜日と。ま、はい、ただ10月22日あの女芸人だけのえー、女のそのカカア殿下の荒ラサ女たちというハイビスカスパーティーと大闇の合同ライブがあります。はい、これも時間が。 7時からマイリスチケット1000円私持ってますのでぜひお願いしますツイッターでねダイレクトメッセージも OK リプライでも OK 何でも OK ですなのでぜひよろしくお願いします場所が同じくトまりんの花月になっておりますのでぜひよろしくお願いします今月ね何日だったかな階段ライブもあるんですよあそっか面白いわけはまた怖い話もさう目の前で怖い話をするっていうねはいはいはい あの番組なので、あ、番組じゃない。ライブなので、ぜひそちらの方もね。あの沖縄なか月のホームページでも、毎日スケジュール確認できますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい。はい、もう今日は楽しかった。しのありがとう。ありがとうございます、こちらこそ。ぜひ皆さん、来週も聞いてください。今日のお相手は、大谷由美と、島うくろしのぶでした。皆さん、おやすみなさい。バイバイ。来週も聞いてね、バイバイ。さよなら、ピープー。